パリのビクトワール広場でジャルダンが彫刻した以前のルイ14世記念碑、ビクトワール広場はフランスのパリにある円形の広場でパリ1区と2区にまたがっていてパレロワイヤルのそばである。ルイ14世の騎馬像があり、6本の道路が交差している。ビクトワールは勝利の意味。もともと1678年から1689年にかけてそれまであった民家を壊して、 ルイ14世の内命編の和訳によるの戦勝記念に広場が計画され、まもなくジュール・アルディアン・マンサールがこの円形広場を取り囲む壮麗な建物を設計した。当時この広場に置かれたルイ14世記念碑はマルタン・デ・ジャルダンのデザインによる。これはフランス革命中の1792年に壊されて、そこに革命のために亡くなった市民に捧げる。 木造ピラミッドが建てられが、これは1810年に、フランス皇帝ナポレオン一世の命令により、兵士の暖房に利用のために壊され、彼の将軍の一人の銅像が置かれた。この銅像も、ポンヌフのアンリ四4世の騎馬像を作るために、妖怪されることになる。その後、1828年に、現在のルイ14世の騎馬像が作られ、この彫刻家は、 カルーゼル外専門上のクアドリガなども彫刻したことで有名なフランソワ・ジョゼフ・ボジオである。こうした経緯のため、ビクトワール広場のビクトワールはフランス語で複数型になっている。パリ・ビクトワール広場の写真と説明。ありがとうございます。